ハイキューセカンドシーズン第17話、根性なしの戦い、見ていきたいと思います。多分、これは大晦日に投稿しているであろうはずなんだよな。多分。まあ、前回、つうか、まあ、2話かけてかな。2話かけて、常禅寺高校と戦って、どうにか勝つことができた。で、今は、枠谷南、枠南っていう、チームでね、白とピンクかなと戦ってて、やばいんだよ。前回の終わりが大地さんが、まあ、一個触って、でその次に野安さんが触って、で最後返す時に田中も突っ込んでるし、そこに大地さんも突っ込んで、どっちだったかな、右か左かちょっと分かんないけど、大地さんがやばい。どうなるんだろうか。まあ、これで年内最後の投稿になるかな、配給は。まあ、年明けてからもね、毎日続きますんで、ぜひともよろしくお願いします。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。よろしくお願いします。2月の15日までやります。これはまあ大晦日だし、明日もあります。元日から2月の15日まで全部ね、 OVA やら ODA やら OAD やらなんかわかんないけど、全部です。はい、それでは D アニメストアで設定していきます。3、2、1スタート。常禅寺高校、ちゃんと見て。マジで今やばいんだって大地さんが。大丈夫かな、祈ることしかできないんだよな。なんか音で帰る。でももし仮にこれで続けて故障してもやばいでしょ。で、抜けたとてじゃない。どうするんだろう。あんまりやっぱよろしくはないよな。枠難に、てくれ。でも大地さんがやっぱり、やべえ、トーナメント表見てねえな、そういえば。次勝ったらじゃあ正常の本編開始。第17、根性なしの戦い。肩に顔いったか。左もなんかやばそうじゃん。顔か。やばいな。
うわ、はかけたやん。やばいな。悔しいよな。悔しいよな。縁の下やん。縁の下だ。おい、縁の下。お前のフルネームはなんだ。縁の下の力持ちだろう。できるだろう。いやーどうしようかね。そうなるよな。そうだよな。縁の下大丈夫だよ。でも大丈夫っていうのはやっぱりなんだよな。やっぱりもうみんな信用してるよ。いいじゃん。たるか。いいね。いいよ。よかった。でもこれを常禅寺高校は分かっとったんやな。うん、そうね。あ、そうじゃん。そうだね。確かに。くせ者一年。ナイスさ。いや、いいが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 、まだいいが。いや、いい、大丈夫、大丈夫、大丈夫。触れてる、触れてる。触れてる。
いいぞ、いいぞ猿之助。狙ったな。どうなる猿之助、ちゃんと見切るか。どうだ、入るか、インかアウトか。まあ猿之助だろう。うん、ぽいよな。へえ、そうなんだ。やばそうだな。おい山口は。自分の意思で戻ってんじゃん、ちゃんと。戻ってきたじゃん。
いいこと言うよな。どっちも分かるやつだ。さあ、これよ、これ。拾った!オッケー、ようやった。27対19。ナイスさー、うし、つーか、ほう、え、山口行く、出る、山口や、マジか。大丈夫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 、それ言わないでよ。でもそれでいいのか。でもちゃんとそれが伝わってんだ。だろうな。あ、大丈夫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 、そう、練習した、お前はできる、いっぱい練習したんだから大丈夫よ。あと1点。大丈夫よ。ナイスさ。逃げたんだ。逃げた、あれだな。さあ、入った。よし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 。悔しいよな、わかる、そうだよな。悔しいよな。あそこで逃げたっていうの自分でも思ってるよな。山口やろ。
よし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 、ダメか、雨だ。いやー、何、不穏じゃん。やめろよ。なんだよ。お、白鳥城だ。18-14。押したー。どうしよう。いや、ちょっと待って、次回予告見ない。ちょっと待って、次回予告見ない。映像は見ない。あの、音は聞いとくんだけど、ちょっと見ない。いや、どうなるか全く予想つかないまま行きたい。次回予告、ちょっとやめとこう。見るのやめよう。ああ。うわあ、俺この状態で年越すんだ。まあ、実際は多分、あと何話か見た状態で年越すんだけど、動画投稿としてはこれが2023年最後になるんでね。いや、マジか、大地さん、すぐは戻れないか。まあでも、そらそうよな。歯が。だって、しょうがねえよな、あれは。まあでも、大事になってなくてよかったな。まあでも、十分大事なんだけど。いや、見ない見ない。映像見ない。ちょっと映像見ずに、行きたい。許してくれ。頼む。許してくれ。でも縁の下と山口がな、ちゃんと活躍してくれるはずだ。なんか不穏なんだけど。何、敗北者たちって。何、敗北者たちって何？終わっちゃった。根性なしの戦いってそういうあれかな。いやー、でもやったよ。やったよ。縁の下もやった。大丈夫。山口もね、一本目はちゃんとやったじゃん。二本目かな？ちょっとかな？いや、でも、ああ、しょうがないよな。あの場面はさすがにそうなるよ。でも、そこを縁の下が、これバッてって、分かってますって。本人が一番分かってますって言って。あの縁の下かっこよすぎるわ。で、田中も、ね、大地さんに対して、ごめんなさいって言って、俺のせいで大地さんが抜ける、怪我をするような、故障というか怪我をさせてしまってこう頭下げようとしたら、でも大地さんがこう先にね、悪かったっつって、まあでもその後にさ、すまんって言った時にさ、縁の下が何に対してのすまんだって
大地さんが抜けたことなのか。でもそういうのじゃないだろ、今俺たちが思ってんのはそういうのじゃなくて、つって。で、朝日さんが出てきて、お前が怪我をしなくてよかった、つって。だからもう、やっぱね、最後に鵜飼も言いよったけど、今抜けてる大地さんの分、次、試合で出せるように、もうこの枠内に勝つっていう、それだけを考えろっていう、あれ、よかったじゃん。で、やっぱね、もう次のキャプテンはもう縁の下よ。縁の下だ。もう、縁の下。だってもう、良すぎるもん。縁の下、好きだな。何人好きな人いんだ、今。みんな好きなんだよ。しかも、カラスのだけじゃない。カラスの以外の高校、学校にも、好きな人がいる。なんて幸せなんだ。でも、大地さん、怪我か。きついな、この状態で。しかもね、点差がね、こう、ちょっと開きつつあるし、やっぱ、大井川が言ってるみたいに、実感してんだよな。しかも、それも、縁の下自身が、分かってんだよ。どういう風になるかな。で、多分これが年内最後の配給のはずなんだよな。ちょっと確認しよう。多分そのはずよ。そう。これが年内最後の配給になります。で、もちろん明日以降ですね。もう投稿毎日続きます。元日とか関係ないから、2月の15日まで配給ずーっと続きます。で、2月の16日に劇場版があるんで、それは、まあ、できるだけ早めに見に行く。できるだけ早めに見に行って感想動画を上げたいなとは思っておりますんでね、まあ、ぜひともよろしくお願いします。いやー、面白かったね。この状態で、どうなっていくんだろうな。すげえ楽しみだ。次回敗北者たち。どうなる？分かって。楽しみだ。終わり。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしております。概要欄の方、リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、配給セカンドシーズン第17話、根性なしの戦いでした。ありがとうございました。それでは、良いお年を。ならない。